ロマン・ブルキは、スイス・ベルン州、ミュンジンゲン出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・ボルシア・ドルトムンと所属。元スイス代表。ポジションはゴールキーパー。ロマン・ブルキと表記されることもある。SC ・フライブルク2014-15シーズンは、ブンデスリーガ全34試合に出場し、チームは2部に降格したが失点数の少なさは、リーグ9位体と、守備陣では奮闘した。 ボルシアドルトムント2015年6月14日、ドイツブンデスリーガのボルシアドルトムントへ完全移籍した。ドイツ氏、キッカーは移籍金350万ユーロの3年契約を結んだと伝えた。加入後はローマン・バイデンフェラーを抑え、レギュラーに定着した。各世代別のスイス代表でプレーしている。第 2GK を務めていたマルコ・ベルフリが怪我で離脱し、 2014FIFA ワールドカップに臨むスイス代表へ第 3GK としてサプライズ選出される。しかし、本大会での出場はなく、チームはベスト16に終わった。2014年11月18日の新前試合ポーランド戦でスイス A 代表デビューを果たした。2018FIFA ワールドカップでは、聖ヤ K& ゾマーの控えとして選出された。 3歳下の弟マルコもサッカー選手であり、FC2 に所属している。ありがとうございます。